オメガトライブは、玉まゆによる日本の漫画作品。ビッグコミックスピリッツにおいて2001年40号から2005年24号まで、連載された。単行本、オメガトライブは、全14巻。オメガトライブキングダムは、オメガトライブの直接的な続編である。同志2005年29号より解題して、連載を再開し、2008年29号にて完結。 キングダムの単行本は全11巻。オメガトライブキングダムクロニクルはシリーズの最終章である。キングダム連載最終回にて関されたタイトルであり、単行本キングダム第11巻に収録。本作品は戯曲ファウストが元となっている。アフリカの奥地でジップに殺されそうになった主人公アズマハルはかつてすべてだったものの一部。 すべての生物の根元、すべてを滅ぼし前進させる力の統合されたイシュウイルと契約を交わし、新人類、オメガとして覚醒する。アメリカのオメガである大統領夫人イブ、エルホークスからオメガ同士による次世代の進化をかけた種の衝突の事実を聞かされたハレは、かつての自分と同様に社会に適合できない若者たちを取り込み、 日本の実権を握るために3年以内の祭りの実現を目指す。押しかけ部下の謎の男、桜一郎が率先して実務を担当することにより、究極首都の発足にこぎつける。過去に自らが通っていたセラピー事務所へ侵入した際に遭遇した引きこもりの若者、覆面の3人組を配下に収め、全国の引きこもりから仲間を集める計画に乗り出す。 次のターゲットを暴走族に定め、巨大暴走族、極東連合との対決を経て、そのリーダーカジヤキ一を同志とすることに成功する。日本クーデターまで残り1年となった究極首都は、いよいよ祭りのための準備を開始する。東春イコール HAL は民間警備会社の代表として、カジヤキ一は国会議員として大日本号建国の建国を目指す。 世界の人口は急激に減少していた。何らかの要因で出生率がゼロに近くなっていたのだ。それを打破するために研究者が発表した方法は男と女に加えて第三の性と呼ばれる人間を交えて成功することだった。このトリプルこそ第六の男そのものであった。子供を作るためにトリプルを認める、認めないでアメリカ合衆国は三つに分裂。 そのうちの一つは、第六の男の影響下に、もう一つは、自身が、州知事についたエブエルホークスの影響下にあり、ついには、戦争状態に陥った。そんな中、日本だけは諸外国と比較し、通常の出生率を維持していた。日本は鎖国し、世界は、次第に、第六の男による支配に落ち着き、オメガたちの争いにも決着がついたかに思われた。しかし、 百数十年の時が流れ、日本を除くほとんどを第六の男型人類が占めるようになった時、分散コンピューティングのように人類の脳を使って人類の未来を計算した結果が判明する。善にして子であり、子にして善という分裂増殖の第六の男型人類では、これ以上変異することもなく、進化の袋工事に陥っていたのだった。さらに数千年の時が流れ、 完全であるがゆえに多様性を失った第6の男型人類は新型ウイルスによって一気に全滅した。地球上の新たな発射になったのは日本に残り、原始時代のような暮らしに戻っていた日本オメガの子孫たちであった。そんな子孫をアズマハルと同じ要望をしたウイルが眺めていた。2005年、サマーソニックにてオメガトライブカジアキ1初代大統領バージョンが100体のみ、 アートストームより限定販売され、同年11月より通販で購入が可能となった。ありがとうございます。